ということで、喫煙動画始めていきたいと思います。今回はね、新たに発売されました、ジョーカーのカオスというね、まあ新しい、新生ジョーカーといったところでしょうかね。ロングタバコ。ね、普通のタバコのサイズに比べると、ね、1.5 倍ぐらい。長い。ね、超ロングタバコ。みたいな感じでしょう。ね。なんか後ろにタロット占いとかって書いてあるんですけど。まあいいよ、ちょっとやってみようか。タロット占い。ほう、一人で頑張りすぎないで。何事においても情報や成果を独り占めしないで周囲とシェアする気持ちを大切に。とか、なんとかわけわからんの書いてありますけど。一体なんだろう。ね、ジョーカーのね、ね、ほら、ね、ジョーカー復活、ジョーカーカオス、値段が500円です。旧ジョーカーのキツミイメージを、リトルシガーで再現。20本入り、500円。20本にしてはなんか、細いですね。細いっていうか、量が、ね。まあ、ジョーカーのね。まあ、吸ったことないんですけど。うん。ね、ジョーカー。新生ジョーカーね。どんな味なのか。噂によると、コーヒーみたいな味らしいですけど、どうなんでしょうか。ね。あ、ちっちゃい。超ちっちゃい。リトルサイズや。ほら。超ちっちゃい。細い。ちっちゃいっていうか細い。だから長い。その代わり長い。あ、細っ。超細い。リトルサイズ。細いミニサイズ。ミニシガー。あ、ほんとだ。コーヒーというか。うん。あ、キーススリムっぽいわ。キーススリムに非常に似てる。うん。まあ、今日買ってきたの、キーススリム。これも買ってきたんですけど。ね、キースは値上げしてなかったんで。うん。ね、よかったです。うん。まあでも吸いやすいかな。うん。うん。うん。チョコレートみたいな。チョコレートっぽい。うん。ジョーカーカオス。うん。アークロイヤルっぽい。メープルチョコレートだって。うん。だそうです。うん。うん。吸いやすい。ね。多分、吸った感覚で言うと10ミリ以下ですね。うん。あ、書いてあった。葉巻なので表示はありませんが、8ミリ程度と書いてあります。うん。うん。うん。非常に吸いやすい。ああ。ここのね、
だいたいそもそもこれ、あれなんだ。ここのフィルター部分が非常に長いんですね。普通のタバコの2倍ぐらいありますね。これ。ここの部分。それで、だいぶ、タールチンも軽減してる上に、ここにね、穴が開いてますね。無数の。よって、吸いやすい。確かに吸いやすい。多分8ミリどころか、5ミリぐらいなんちゃうか、これ。なるほどね。でも、もともとジョーカーっていうのは、やっぱりこういう細いタバコだったみたいです。超ロングロングサイズタバコって書いてありますね。120ミリ。ね。収賄するんだったら、ねえ、違う。再販するんだったら収賄すんなよっていう話ですけどね。ああ、副流煙が、かなりいい香りがするんで、なんか、まあ、チョコレートの香りがしますね。まあでも500円だからね。ちょっと高い気はするけど。まあね。あ、なるほどね。まあ甘い香りのタバコということでね。まあ、それなりに美味しいと思いますけど、まあ値段が値段ですからね。リトルシガーで500円はちょっと高い。かなと。キーススリムを買った方が多分、個人的に、ね。ほとんど味わいもまあ、大して変わんないですね。キーススリムとね。まあ若干、味がかな、濃いかな。香りが濃いかな、っていうか甘いかな。って感じはしますけど、まあ、
まあ、これはあれだな。いわゆる、ちょっと格好つけたい人間の、吸う、葉巻を、ね、その、ちょっとおしゃれな、まあ見た目も長いですからね。うん、まあそんな感じかな。ちょっとなんか、ね、そういう感じはしますけど。見た目を気にする男性に、みたいな。いわゆるドキュンみたいな人が吸うイメージですね。俺の中で。うん、ちょっとドキュンっぽいやつが、こう、ハマりそうな味。甘くて吸いやすいんで、それでいてハマキとしてかっこいい。みたいな。うん。まあ俺500円なんで買わないですね。キーススリム380円ですから。120円も違う。どんだけって。まあキーススリムはきついですけど、キースマイルドの方が、ね、キースマイルドはね、マイルドなんで、吸いやすいかと。味も大して、まあ、チョコレートっていうかメープルみたいな。うん、両方ね。てか基本的に、なんだ。ね、リトルシガーってそういう香りがしますよね。うん。あれもそうだし。シルクロードもね。うん、シルクロードも同じような香りしますよね。まあこれはドキュン専用タバコみたいなもんかな。うん。俺はもういいわ。うん。こう、かっかっこいいタバコみたいな。こうね。こう、ドキュンが吸ってる。吸ってて、こう、目立つし、長いから。ね、しかも、葉巻っていうか、リトルシガーなんでね。ちょっと他のやつとちょっと違うぜ、みたいな。ね、どやーみたいな。うん。でも実際味はね、全然って。まあ、ねえ、いわゆるドキュンですわ。いわゆる厨房じゃないけど、工房が吸ってそうなタバコ。ね。ちょっと味は、かなり、女性向けの、ね、甘いタバコですけど。まあ、いいんじゃない？まあ、いいんじゃないですか？ね。別に、まあ、俺500円だし、まあ、いいかな。俺はいいかな。と。思いますけど。まあでも、まあ、いいんじゃね？好きにしてくださいって。俺はもう買わないけど。まあ俺は値段的に考えれば、これは三つ星かな。三つ星。ね。これは、ね、まあ、そういうタバコっていうことで、
もう俺の中では結論がついたかな。じゃあ、俺関係ないけど、キーススリムすいます。ね。これ多分、俺、リトルシガーの中で一番コスパがいいと思うね。この、キーススリムちゃんはね。これは一番多分コスパがいいと思う。サイズも普通サイズで。ちょっとちっちゃい。ちょっとあれだね。太さは同じぐらいなんだけど。ちょっと短いかな。うん、そうですね。まあ。多分味は大して変わんないです。うん。あ、でも結構あれだな。やっぱジョーカーの方か、あれだね、香るね。ジョーカーよりかちょっと香りは弱いですけど。うん。うん。ジョーカーをチョコレートだとすると、キーススリムがコーヒーみたいな感じだね。うん。うん。だいぶ、あの、ハードな味ですね。多分15ミリぐらいの感覚です。で、あと買ったのがこの、ヌサンタラガラムの、ヌサンタラメンソール、マイルド。ね。久々にちょっと、買いました。うん。あ、やっぱうまいね。このね、キーススリムとね、あと、シルクロードが個人的にあれですね。二強ですね。うん。リトルシガーで。値段の面から考えると、キーススリムが380円で、シルクロードが400円ぐらいだっけ？ちょっと高かった。気がするけど。どうだったっけ？シルクロード。シルクロード。あ、たっけ、450円もするシルクロード。あ、これダメだ。それだったらキーススリムの、キースマイルドか、キースマイルドアロマローストっていうのがある。このアロマローストが非常に香りが強いですね。コーヒー。コーヒー風味の。もしくはメープルアロマ。じゃあ、アロマメルティっていう。メープルシロップの香りのするやつ。結構キースシリーズは、種類が豊富なんでね。これはいいですよ。うん。値段も380円から400円しかしないですね。うん、380円から400円、お手頃です。シルクロード450円もしたっけな。そっか、こんなしたっけ。うん、うん、まあこんなもんでしょう。だいたいね、うん、まあだいたいでもねえのか。うん、やっぱ、一番うまいな。やっぱな。キーススリムかな。コスパが。うん。ということで、ジョーカーカオス三つ星でございます。ご視聴ありがとうございました。